8日金曜日、関東地方のお天気についてお伝えします。関東雪が降る予想になっているんですよね。そうですね、雪か雨といった点で、ね、予想が非常に難しいのが現状なんです。でその原因こちらをご覧ください。8日金曜日朝の予想天気図になります。で7日の夜以降ですね、関東の沖合に一つ小さな低気圧が発生をする見込みでして、まあ、この低気圧の北側、降水をもたらす雲が広がります。さらに北からの冷たい空気も入ってくる見込みでして、降るものとしては、ね、平地でもみぞれとか湿った雪になる可能性があるんです。はい、でその様子天気変化でご覧いただきますと、これが8日の午前3時、この段階では関東の南部で雨で、北部西部の山沿い中心に雪が想定されております。でその後朝からこの朝になって気温が下がってきますね。よりこのみぞれの方に寄っていくような形となりまして、まあ、関東の平野部でも湿った雪あるいはみぞれの降る可能性があります。で日中帯はまた徐々に気温が上がり始めて、みぞれ雪から雨の方に変化をしていく見込みでして、まあ、この8日の朝ですね、ここでどれぐらい降ってくるのか、これがまあ大きなポイントになります。はい、一方ですね、予測モデルの計算の違いが大きいんです。これが8日の日の朝6時です。各国気象機関の予測モデルを見比べたものになるんですけども、この今ご覧いただいている真ん中のモデル、これがね結構降水エリアが広くてしかも強いんです。はい、でこっちに寄っていくと、このモデルによると結構ね平地の方でもしっかりとした雪になる可能性があるんですけども、このモデルはね結構少数派で、多くのモデルはもっと降水エリアがね実は狭いんです。で今北部の方は、まあ、あの雨のアイコンつけているところありますけども、はい、これはねあの降水量が少なくて気温があまり下がらず雪にはならず雨を想定しているためなんですね。で関東の南部の方でこの雪表現出ている地点多いんですけども、こちらはやっぱり降水がある、それに伴って気温が少し下がる、まあ、それでちょっと雪の方によるといったモデルがどちらかというとね多数派を占めます。はい、まあ、ですので今のところ量としては降ってもね関東の平野部、まあ、少ないとまあ見ておりますけども、まあ、東京都心で最悪芝生うっすらぐらいが来るかどうかといったレベルになると見ているんですけども、まあ、真ん中のモデルのようにちょっとこう降水量増えるような、ものに変化をした場合は、予測変わってくる可能性もありますからね、まだしばらくねちょっと明日にかけても、最新の動向にどうぞ十分お気をつけください。はい、まだこれだけ予報に幅がある状況ですので、詳しいお天気こまめにご覧いただければと思います。今後の予想はアプリウェザーニュースでもご覧いただけます。